ガブキラせゴっちドリキラ 何が英の王だよ。お疲れ様です。前田です。はい、コントをですね。もう取る。 余裕がないですね、えー。合体できるか試してたら、なんとですね、クワゴン以外、合体できましたね。シュゴット、とクワゴン以外が、えー、恐竜人、ガブティラを中心にですね、まあ、合体というかくっついてない、乗せてるだけのやつもあるんですけど、えー、多分これ合体シーンの再現も不可能ですね。これ一回崩したら二度と合体できないような絶妙なバランスで立ってると思うんですけど、 ちょっとどういうふうにやったか見ていきたいと思いますね。うん、はい。すいません。このままいきますね。今思いついたのでちょっとやってみますけど、ドリケラ。ドリケラと、ここいけるよね。ドリケラ置いて、もう置くだけなら何でもありですからね。ここちょうど空いてるので、いけるいけないか。あいけた。オッ OK。で、捨てゴッチ。せっかくなので、 うん、角を展開させて、ここに捨てゴっちを置けばですね、置ける。あ、いけたいけたよーし <laughs> !22 体合体です。<laughs> はい、ちょっとこれ引きで取りましょうかね。よいしょ。はい、どうでしょうか。よ、こうかな。かなり引いてますが、一応頭の上プラス、うん。 サソリーヌの尻尾とか映ってるよね。いけたね。いや、でも二度と合体できないし、合体したくないな。はい、ちょっとコントをですね、展開する余裕はありませんので、このままいきますね。うん。最終的に22体、えー、合体、仮止めですね。 まずですね、足元は、うん、合体できなかったクワゴンがいて、えー、ゴッドキングオージャーの、ま、ゲタ、そのままですね。ジョイントが共通してたおかげで、キングオージャーの、この、えー、ここですね。ここは、恐竜人、ガブティラ合体できましたので、問題なく合体して、で、ここは、あの、ガブティラの、えー、っと、腕ここに乗せてるだけです。これ。 これも絶妙なバランスで乗ってるので、ちょっと触るの怖いですけどね、これ乗ってるだけ。はい、なので置いてるだけでございます。あ、怖い、崩れそう。よし。で、えー、右手に行きますと、これですね、どうなってるかというとですね、あの、ヘラクレスアックスを持たせてるんですけど、これもう本当に絶妙。ちょっとしたら取れちゃうので、もう外しますね。 合体した姿は撮影したので。ああ、怖い怖い怖い。揺れ,揺れてる揺れてる。揺れてる。揺れてる。ああ怖っ。ガブキラの持ち手に、えー、持てたので、ヘラクレスアックスを持たせてるんですけど、はい。このような武器です。ゴッドホッパーの、えー、おっと,っと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 。うん。まあ、胸アーマーと同じですね。これ、 えー、雲はどっちでも行けまして、ゴッド雲に、えー、ゴッドホッパーで足もつけたまま開いただけのやつがくっついてます。で、これはあの、ゴッドキングオ者ジャの時は腰にくっつくジョイントなんですけど、アックスにしました。これ本当に、ギリギリ、うん、角度によっては維持できるっていう状態なんですよね。いや、怖いな。もう一回いける持たせてみますか。 わあ、怖い。崩れ。おおあ、この角度は、あ、ギリギリいけますね。で、こっちに行くと、はい、定位置ですね。シュゴットソードで、パピオンがいて、トンボの尻尾で、アントも定位置で、えー、テントはこういう風に挟んで合体させることができまして、で、肩行くとですね、ガブティラの尻尾の上に、 このようにですね、キングコーカサスカブトの、このパーツは乗ってるだけです。でえ、ちょうどですね、このゴッドタランチュラの後ろ足で、まあ、ちょっとだけ挟まってるような感じなんですよね。で、肩の、これですね、えー、ゴッドタランチュラの足部分に、ゴッドカブトのカブトキャノンが、これくっついてます。ちゃんとあの、挟まってまして、で、えっ、ー、と、本来テントがくっつくジョイントには、 え、これ、死刑ダーが付いてます。で、反対側行ったら、えー、サソリーヌが、これは乗ってるだけです。本当に、上から乗せてるだけですね。で、ちょっとこのまま回り込んで、で、この子たちは定位置ですね。えー、スネイルガトリングと、えー、ローリングハンマー。これは定位置で乗ってまして、で、反対側に行くとですね、えー、ゴッドタランチュラの尻尾パーツが、 乗ってて、で、足、えー、見えるかなはい。えー、ピードがくっついてると。あの、ゴッドキングオージャーと本来、支えになるですね、この足部分はですね、えー、多分あの、キングオージャーと、恐竜人胴体の長さが違うので、えー、届かなかったんですね。恐竜人の方が多分長いんですよね。あ、怖い。後ろ回って。で、背中にはですね、このガブティラの、あ 取れました。あ,あやっぱ難しいよね。さっきまで来たんですけどね。えー、ガブティラの尻尾のですね、あのレールにゴッドタランチュラがついてて、さらにゴッドタランチュラのレールに、えー、ゴッドトンボがくっついてると。後ろから見ると、こんな感じ。うん。すいません。掃除機。足で触っちゃった。いや、もうこれ動かせないです。場所も動かせないし、もう、触ると崩壊しそうなので、 このまま撮影を続けますが、いや、えっ、ー、と、全何体合体ちょっと数えてないですけど、クワゴン以外くっついてるってことは、シュゴットが19体プラス、えー、ガブティラなので20体合体っていうことでいいんですかねうん。あー、ここはやっぱ根元がね、持ったままですけど、取れちゃうんですよね。はい、ということでですね、全22体合体 的な <laughs>、えー、ゴッドキング恐竜人でございました。なんとかなりましたね。ただちょっと、えー、ガブティラのですね、あの、後ろの尻尾パーツのジョイントが相当ですね、負荷かかっているので、もう、この動画撮り終わったらですね、えー、外してあげたいなと思いますね。多分この合体は二度としないと思うんですけど、今回ですね、まあ、コントの延長線上で作ってみたらですね、意外とうまくいきましたので、紹介が。 できてよかったですね。はい、えー。ギラとクワゴンは結局今回のシリーズすべて、えー、合体できずに終わってしまいましたね。H の王、ヤンマガストをもってしても、再現戦隊、マサトシマエタをもってしても、クワゴンと、えー、ギラの希望は叶えることができなかったと、えー。ごめんなさいね、お二人とも。ということで、はい。えー、ちょっと真似はですね、推奨は <laughs> しないんですけど、まあ、皆さんですね、えー、おもちゃ、 持ってる方はですね、えー、自己責任にはなってしまうんですが、まあ、自分なりにですね、楽しんで、まあ、合体したりですね、えー、こう、置いたりして、はい、おっきいですね。ゴッド、キング、恐竜人、えー、遊んでみてはいかがでしょうか、ということで、今日はこれで終わります。コントすいません、なくて、えー、全然取れる余裕がなかったので、第3弾はコントなしでいきましたが、えー、まあ、想像、噛みつき、あ、違う違う。想像 虫食い噛みつき合体の、えー、これは極限を超えた何合体ゴッドキングオージャーって何合体でしたっけそういうコードが特になかったですよね。エクストリームキングオージャーはまあ極限合体とかって言ってましたけどね。はい。ちょっとタイトルはまた考えて付けたいと思うんですけど、えー、見事ですね。22体、えー、寄り添って虫食い噛みつき合体ができましたので、個人的には満足しております。はい。お疲れ様でした。前田でした。